お兄ちゃん、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 おはよう。お兄ちゃん、お兄ちゃん、どこ行くの？遊ぼうよ。お兄ちゃん、お花畑が見えるよ。違う。どうしたの？大丈夫？どうしたのじゃない。早くマジで行くとこだったぞ。行くってどこへ？どっか行くの？どこどこ？お兄ちゃんが行くなら私も一緒に行く。あのな、俺は取材で忙しいんだよ。大火災の準備も大詰めだし、今日あたりはみんな殺気立ってるから危険なんだぞ。そんなの私平気だよ。いやでもせっかくなんだから友達と一緒に。あ、私転校してきたばっかりで友達いないもん。だったよな。だからね、こうしてた方が私も楽しいんだ。おい。お兄ちゃんの腕あったかい。わかったわかった、それじゃあ一緒に行くか。本当？やったやった。その代わり取材の邪魔すんなよ。大丈夫大丈夫、邪魔どころかしっかりお手伝いしてあげるもん。お兄ちゃん、皆さん、ご協力どうもありがとうございました。マスター、よし、出足順調。頑張って今日中に回らないとパンフレットに穴が開いちまうからな。しかし、最後の取材が運動部ばっかりってのも辛いな。ねえねえ、だったら冷たいものでも飲んで一休みしようよ。え、でも時間が。いいからいいからさ、こっち。ああ、おい、こら、春日ってば。おい、もっとちゃんと持てよ。大丈夫だって。やったー。
これで開店準備完了。飾り付けも済んだし、食材の買い出しも完璧。センナの方もそれで最後だよね。いやー、一時はどうなることかと思ったけど、頑張れば間に合うもんだね。そうね。どうかした？別に何でもないけど、友和くんこそどうしたの急に。大変大変。ねえ、遠野くんの妹さんいる？はい、何でしょう。実はここに来てお化け屋敷の飾りが足りなくなっちゃって、もう新しく作っている時間もないし、どうしようかと困ってるの。それでね、確か遠野くんの家に奇妙なオブジェみたいのがいっぱいあるって話を思い出したんだけど、それはまあ両親が考古学者だったから、遺跡で発掘した埴輪とか土偶とかならたくさんありますけど。それよそれ。悪いんだけど、お借りできないかしら。で、そういうことなら純奈に頼みはいいんじゃない？それが遠野くんたら。え、戻ってないの？まだ？だから代わりに家まで案内してほしいの。ダメ？それは…でも…ここが…ジュンナとセナの家？うわぁ、すごい！お屋敷じゃない！どうぞ、暗いから足元に気をつけてくださいね。へぇ、物置も広いね。物置というより、ちょっとした蔵ね。わぁ！なんだありゃ。ずいぶんといろんなものがあるな。本で見たやつだ。うん、これよこれ、助かるわ。大切なご両親の形見なのに無理言っていいかな。あ、はい、別に。大丈夫だよ、お兄ちゃん。お父さんもお母さんもいなくなっちゃったけど、お兄ちゃんにはセンナがいるから、思い出ならこれからいっぱいいっぱい作れるから、だから泣かないで。私とお兄ちゃんはいつまでも一緒だよ。これからもずっと。これを持ってすぐ帰るわよ。今日は泊まり込みになりそうだね。え、学校に泊まるの？そりゃだって大火災は明日だもの。間に合わない連中はみんなそうするよ。あの、お兄ちゃんも？もちろん。遠野くんには文芸部にかかりっきりだった分、頑張ってもらわないとね。だったら私も行く。え？でも料理クラブの準備は終わってるし、別にセンナが戻る必要はないんじゃ。私も行く。はい、オッケー。お疲れ様でした、遠野くん。帰っていいわよ。やっと終わった。やれやれ、すっかり遅くなっちまったな。こんな時間まで手伝わせて悪かったな、春日。ううん、好きでやってることだもん。私の方こそ、なんだかお兄ちゃんを引っ張り回しちゃったみたいで、ごめんね。いや、そんなこと。この屋台が全部営業するんでしょ？ああ、射的に輪投げだろ。それからたこ焼きに綿飴。私、焼きそばとリンゴ飴が食べたいな。それって、もしかして俺にたかってる？もう、お兄ちゃんたら。女の子がこういうこと言ってるときは、ほら、デートだってば。デート。デートってお前。私、お兄ちゃんとデートしたいの。だって大火災だよ。ここに来て初めてのビッグイベントだし。それにその方がお兄ちゃんに遊んでもらってた頃のようで楽しんだもん。あ、
でも、ごめん。俺、その頃のこと、まだよく思い出せなくて。ううん。いいの。だってお兄ちゃん、私の名前は覚えていてくれたもん。今はそれだけで十分だよ。他のことはこれからゆっくり思い出してくれればいいからね。春日、うん、ねえお兄ちゃん、ん？明日もこうして遊べるといいね。二人で一緒に。そうだな、それもいいかもな。お兄ちゃん大丈夫だよね？私との約束忘れてないよね？お兄ちゃんは私だけのお兄ちゃんだよね？お兄ちゃん、優しい